はい、こんにちは。こんにちは。パルパパです。はい。定期。だってパパにしてはさ。うん。難しいね、説明が。そんな難しい。うん。はい。この iPhone を使って YouTube、Netflix をこのナビで見る方法、はい、皆さんにお伝えします。はい。YouTube 見ようと思っても、この iPhone だけの場合は見れないこのカーナビで、うんうん、で見ようと思ったら、うん、あの HDMI 端子をなんかこう追加するキットを、うん、あのここにつけて、あ、そうなん、うん、でそれとこの iPhone を接続して、うん、ここに YouTube の画面とか Netflix を映すっていうやり方が結構一般的な。うち HDMI 後ろになるやん、うん、それは使わへんの、うん、後ろはもう後ろだけなんよ。あ、これ後ろ用の HDMI の、そうそうそう、あ、そうなんや、そういうことなの、そうなんや、だから前用の HDMI 端子ってないん、あ、別々なん、そう、別々なんよ。うーん、だから前で見ようと思ったら、あ、そういうことなん、そうそう、iPhone だと見れないん、あー、で、このミラ、そうそう、で、ミラキャストってあるんだけど、うん、これって iPhone 非対応なんよ、うん、ふんふんふん、うん、でトヨタの公式ホームページにもミラキャストは iPhone 対応してませんって出るので、うん、見れないんです、うん、だけど、うん、iPhone しか持ってない人でも、うん、ここで YouTube とか Netflix を見る方法、うん、はい、それがありますので、はい、今日はそれをお伝えします、はい、用意するもの、はい、じゃじゃん、はい、これだけです、Android 端末、うん、この1台、うんうん、これだけ、うん、ギャラクシーノート2、うんうん、HDMI のなんかあの端子を増設するようなキットは必要ありません。でさらにこれあの別にドコモとかソフトバンクと契約する必要はないので、毎月いくらかかるっていうのはお金はかかりません。これがだいたい中古で2000円ぐらい、うん、だから2000円で見ることができますということなんやけど、じゃあどういうふうにして、はい、やり方を今からご説明します。難しい。そうやね、ちょっと難しい。だからこの2つあるってことね。うん、iPhone、はい、普段こう電話、うん、スマホを使ってます。で、これはインターネット。今はドコモとか契約してないから、うん、インターネットには繋がらない。はいはいはい。これ今まあキャッシュで残ってんだけど、画面。ほら。あ、ほんまや。これインターネットに接続されます。この iPhone のテザリング機能、うん、はい、テザリングの機能を、はい、使います。このインターネット共有ってあるじゃない、うんうん、これを他の人の接続を許可っていうのをこれ、はいはいはい、オンにできる、はいはいはい、うん、でこれオンにしてこれパスワードね、これパスワードを、うんうん、はい、設定して、うん、以上です。iPhone 側の設定は以上、うんうんうん、でこっちの Android 側で、うん、Android 端末の設定、うん、でこの Wi-Fi をオンにします、うん、ここ iPhone って、うん、そうそうそう、これちょっとこれね、はい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 、これがこの iPhone のこと、うんうんうん、でこれでタップして、うん、でさっきあのパスワード設定したやつ、うん、でこれを接続、うん、すると、うん、この iPhone を経由してインターネット接続ができるようになります。なってんねや、あ、ほんまほんま、だからこれ Wi-Fi 立ってる、そうそう、さっきこれね、今 Yahoo、 ほら、あ、はい、金曜夜の人手増加、ドコモとかソフトバンク契約してないけど、うん、この iPhone 経由でインターネットに、うん、はい、接続できるようになりました、うん、当然、はい、YouTube も見ることができます、うん、なので、うん、このミラキャスト、うん、はい、さっき言いましたけど Galaxy はミラキャスト使えるので、うん、でこのミラキャストの機能を使って、うん、この画面をナビに移す、うんうん、これでカーナビで YouTube が見れました、うん、鏡みたいなもん、そうそう、鏡みたいなもん、うんうん。
で、そのやり方やけど、うん、ミラーキャストを押してで、ミラーキャストは Wi-Fi が必要です、ね、Wi-Fi 利用しますと、うん、はい、ね、で対応機検索って出て出るんやけど、うん、このままだと検索結果がなしになるんや、うんうん、要は検索ほら機器が見つかりませんでしたってなるんや、うんうん、あのこっち側で実は設定が必要で、うんうん、あ、スクリーンミラーリング、ミラーリング、うん、これね、でスクリーンミラーリング、これカーマルチメディアね、うん、よいしょ、再検索、はい、あれ接続されました、タイミングやな、あ、ほんまや、ほんまや、あ、この画面がもうそのままカナビに映りました、ほんまや、うん、これこれで再生できて、で、タイヤドロドロになってしまいました、うん、全画面、今日はほらお、勝手に今横になった、これを横に、これ縦にしたら、縦にしたら、そうそう、こっちがほら、縦だったら縦だし、これ横にしてみたいんだったらこっちの、そうそうそう、もうスマホの画面がそのままこれ、これ最高の大きさ、これはもうこのままだと思う、へ、うん、だからネットフリックスもこうやって、うん、ダダン、へ、こうやって横にしたら、うん、ほら、ギガ使ってんだよ、パパのギガ、あ、ギガは使ってる、うん、通信量はこっちの iPhone 側の通信量で計算される、うん、うん、だから何しかこの iPhone 経由で全部インターネットに接続しているので、うん、うん、これ後ろで見たかった、後ろの USB じゃないや、なんだあれ、後ろで見る場合は、うん、もう普通にこの iPhone と HDMI 端子をつけたらいけるの、つなげて、うん、あの見る、だから HDMI 経由でこの iPhone の画面を画面に映すのか、このミラーキャストで映すかの間違いで、ね、映す手段が間違うってこと、そういうこと、うん、そうなん、いや、こうやって前でさ、うん、映してる人おってん、こうやって、うん、でさ、いや、どうやって映してんのこれしたら、いや、普通に HDMI で繋いだらいいねって言うんだけど、うん、そんな HDMI もちろんあんのにこんな前に行かへんでと思って、うん、そ、別々と思ってへんかって、うん、前と後ろが、だから前に HDMI 端子があればいいんだけど、アルファード標準で言うと HDMI 端子はなくて、でそれをこう後付けで、うん、あの付けれるキットがあるんだけど、まあ、結構なあのお値段がするね、うん、後付けでどこに付けるの、この辺じゃない、なんかバカッと抜いてさ、うん、そうそうそう、ちなみにこの端末、ギャラクシーノート2はすごく古い端末なので、うん、YouTube のアプリ対応してないよね。あ、そう。そうそうそう。え、そんなことあるの？このデバイス用にアップデート提供されていません。なので、YouTube のアプリは使えません。うん、だからさっきの Google のね、Chrome ブラウザから YouTube 画面開いてもらってっていう やり方になりますと。うん、まあ、だからちょっとこれ古いので、うん、そういうアプリが対応してなかったり、うん、バッテリーのねちょっと持ちがあまり良くない、うん、まあ、そんなのが、うん、でちょっと動作もちょっと遅めかな、うん、まあ、なので、まあ、これ2000円なんだけど、うん、もうちょっとお金出してもうちょっといい、うん、あのスペックの Android を買えば、うん、まあ、環境はもうちょっと良くなるかなと思います、うん、ということで、うん、iPhone ユーザー向けやね、 iPhone しか持ってないけど前の、そうそう、このナビで YouTube とか Netflix 見たいなっていう人は、うん、このね、うん、Android 端末中古でやって買えば簡単に見れるようになりますんで、ぜひお試しください、はい、はい、ママはとうとう iPhone になりましたお前な、じゃあみんながパパも iPhone になっていくしさ、うん、取り残されていくからさ、そう、はい、まあね、撮っといたらこういうね活用の仕方もあるし、はい、ということで、はい、はい、以上で、うん、はい、はい、はい。
それではまた来週。はい、さよなら。はい。